これは、世の中に流れている。そして、声は聞こえる。教えてみて。昼。教えてみて。まあ、2時間ぐらいできたらなって思います、配信。はい。オールスター感謝祭優勝したんで、お祝いのスーパーチャットください。以上です。いやー、優勝したな。秋華賞も当たったな。ダブルお祝いということで、今日は2万円から受け付けております。お願いします。綿毛くん可愛かった。可愛かったね。粗品のロケ、今日から動物カフェ編。シャープ1、猫カフェ行っております。いやー。まあ、さすがに可愛いな。正直。どうしよう。チンチロ武道館ね。まあ、ちょっとグッズだけ非常に難航してまして。まあ、もしかしたら間に合わんかもな。当日。ごめんね。すごくなんかこう テンション下がってますが。で、まあ、当日には間に合わしたいんですけどね。ちょっとこう、取引先というか、先方は。やな。出てまうな。なんかの腹が。なんかのハラスメント出てまうけど。まあ、とりあえず、間に合う、いや、これでも、7月から言ってるんですけどね、これ。LINE キューブ渋谷の日に、丼やれ、チンチロセット作りたいですって言って。あ、まあ、愚痴はええか、もう。ごめんなさい。ちょっと前にパワハラ話で初赤スパしてたんよ。粗品ちは赤いものを全て好きかと思ってたから、バカラも御用達かと思ってたよ。ちなみにファミリーセールはお得意さんに向けたセールでーす、過去皆様。あ、そうやっけ。ちょっと忘れたな。お前のパワハラ話。ごめん。俺がパワハラする側やからいつも。感情移入できへんねん。ごめんな。赤いもの全て好き。いやいや、俺、牛ちゃうで。闘牛ちゃうで、俺。なあ。突っ込んでいかんねん、赤いもんに。誰が赤いもん全て好きやねん。闘牛は赤色に反応しているのではなく、ヒラヒラしているマントに反応しているようです。客席に目立つように危険を思わせる赤色を採用していることのと。ほんま？めっちゃおもろいやん。ほんまな？じゃあ俺のフリップでさ、闘牛士の腕章のところが赤色で、なんかそっちに牛が突っ込んでいって、いやいや、その差し色の方行くみたいな、おしゃれな闘牛やなとかいうボケ、壊滅？壊滅くん？オールスター感謝祭優勝おめでとうございます。優勝の瞬間、長男と立ち上がって叫びました。ガヤも私は面白かったけどな、めっちゃ笑った、いつも楽しませてくれてありがとうね。はい、ありがとう。まあね、俺も芸人やってなくて一視聴者やったら、粗品応援するわ。あんなおもろいガヤ入れてるやつ、オールスター感謝祭で。常にその、いえ、そんなあんま言うやつおらんねんみたいなボケ乗ってるからな。なんかその、最後は名前出るなってやつおもろいしな、優勝すんの。まあなんかよくね、最近ね、炎上、また炎上してるとか言われるんですけど、してない。炎上してない。炎上っていうのは、全員から叩かれて初めて炎上ですから。その、特定のやつのファンから、叩かれるとか。そんなん炎上でもなんでもない。ただのいじめですから、それ。明日も、ほんで、殺害予告の DM のやつ出すわ、ほんで。電カネでやったやつ、例の。まあ、ちょっと編集してやけどね。それはもう、覚悟してもらって。はい。それ出します。いや、楽しみやな。あと、チンチロライブのギャラノイズ入ってて分からなかった。これね、結構ね、皆さん誤解されてますけど、なんか、いやもう、賭博やんみたいな。この動画やばいやろって言われんねんけど、どこが？
どこが？いや、ほんまにやってないからな。現金のやり取りとか、あとにあなんかギャラの代わりに組織で払うってもうほぼアウトな発言だと思うんで、どこが？いや、その次のゲームで使える独自の通貨、現実では、現金とは全く関係ない通貨を払うって言って、可愛い子供たちがな、ゲームで楽しめると思ってうわーって喜んでる、どこが匂わしてんの？全然やね。で、実際のほんで、なんやろな、現金のやり取りがないんで、捕まりようがないんですよね、これ。はっきり言うて。すごいよ。だからなんか逆にそのコメント欄のやつらだけ、その、なんか、すぐ下ネタに結びつけるお前の方がエロいや、みたいなのあるやん。それやな。お前らが普段ギャンブルしてるからやろって。全部エンターテインメントですから。はい。お願いします、と。粗品がいろんなとこから叩かれれば叩かれるほどおもろい。まあ、それは俺も思う。自分でも。おもろすぎ。それやのに大手の CM 出まくってんのが、やっぱちょっとえぐいね。はい。我ながら。認められとる。普通に。ありがとう。天狗です。1年目から天狗。これ開けます。ちょ、待ってーな。待ってーな、もう。もう。わかった、わかった。いいよ、いいよ、こっち来い、こっち来い。はい、オッケー。これこれこれな。こっち来い。おるって、めっちゃ。何してんねん。3人おるから無理。一回引いた方がええんちゃうか。やばい、もう戦ってんと行こうか。いやー、ちょっと待て。待て待て待て。これごめん、一回引きます。ごめんやけど。で、バナ拾う。あのバナを拾うか。来るな。いや、来へんか。いや、バナ拾うよ。レース下手そうな。プリケーターが降りてくる。うん、あかんあかんあかん。オッケー。ちょっと待って、ちょっと待って、やばい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 。危ない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 。たまないな。ちょ待って、あれバナー16秒か。あ、うーわー、4発。エビフライ、キルリーダーじゃん。
やばいやばい。俺が新しいキルリーダーだ。普通に一番うまいってことやん。シールドリチャージ。もうごめん、回収しません。もうリングの中が落ちてるし。こんな傷大したことねえ。正直ビビるぐらいうまいな今んとこ。おるなまだおい。うわおるおる、ちょ待て待て待て。えい。クク、デスボックス見たいねんけどな。あ浮いた。どうしよう、ちょっと待っとこうか。一人でチャンピオンなるで。ほとぼりが冷めてからやな。どう？ああ。ラウンド3、リングのカウントダウンが始動。なるほどな。おおお。ああ。はい、まあなあ。ちょっと銃が弱いな。でもイラも拾いすぎ。爆弾もっと持っとけ。残り30秒。リングは近い。オッケー。うわ。待て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 。おるおるおる。マジャマジャ。クソがよ。頑張ってんねー。頑張ってんね。一人で医者くらい注射器持つやん。もっとあるやろ。例えなんやねんそれ。フィリップ木村、フィリップミノルぐらいとかでええやろ。 BTS も出すよ今回新曲。ああ BTS ってあのビハインドザシーンね。すいませんちょっと業界用語で、業界用語で言い切って。業界用語？さかなクンの業界用語やん。なんやねん、業界用語って。いや、その言うけどあの人、なんちゃらやる業とか、なんちゃらうおーとか、それのこと？業界用語？そういうかなんや、アイドルのお前、ロリコンの魚か、業界用語。業界のちっちゃい魚？その、未成年、ジュニアアイドルみたいな。おもんない芸人の嫁が心地よすぎてずっと頭から離れない。ああ、アイコンオムライスにケチャップでできた理想の彼女か、お前。まあまあ、まあ、どっちかって言うと、太田さんがおもんないじゃなくて、近藤千尋がおもんないって話ですよ、これ。うん。で、あと痛いっていう、そう。それがちょっと誤解生んでたあれやねんけど。そやで。まあその、一応これアンサーですからね。はい。軽率に離婚のことをいじられて、で、絶対受けへんから、あれ。そしたら一人身の方がいいんじゃないですかって。うん。それでも受けてない、受けてないんで、黙れタコ、言ってな。うん。受けてないから、その、それはもうラップバトルと一緒、もう先行で言われたからアンサーしただけ。うん、お前はおもんない芸人の嫁、おい何やねん。何やねん、あいつ。ボディタッチ多いからな、あいつな。うん。俺、太田さんやったら発狂して死ぬわ。うん？ちょっと待って、スケジュール。
確定の好き時代は僕がもうええよマジで、自分主導じゃない仕事腹立つの俺、ムカつくわ。俺レイ・ミゼラブル劇場で見たことあんねんけど、ほんまに一番おもんなかったわ。あれ長いしずっと歌ってるし、あ、そういう映画なんか。レイ・ミゼラブル最高って言ってるやつ嫌いやわ、ほんま一番おもんなかった。あれ話もおもんないし、あと最初にパン盗んだやつとそいつ追っかけてる警察顔似てんねん、外国人やから。もう俺もうごっちゃってわからんかった。さすがに俺の見るスキルがやばすぎそれ。ええー、ねん、あれグロいねん。ルカが一枚振ってくれると感謝祭優勝おめでスパチパチ。しばらくの間スパチャの頻度少なくなるんで把握をね。嫌 やわ、フトキャグランがスパチャの頻度減ったら何の価値もないねんから。言い過ぎた言い過ぎた。常連のフト客ってな、その名前一回俺に覚えられたからってスパチャサボりよんねん。ルカあかんで、もっと送れよ。ほんでなんか最近な、そのフト客とか喋ってる時にさ、これ P 入りますかとか言うてきよんねんけど、ね、何言うとんねん。何を素人がお前カットしてもらおうとしとんねん。全部言え、言われへんねんやったら手あげんなって思ってます、うん、お願いな。そこはテレビとかで基本ないから、ここカットしてくださいみたいな、うん、頼むで。粗品には伝えたいけど全世界に公開されるのは嫌な人もいるよ。全世界に公開される前提で手挙げろハゲー。